三位一体のエリザベト、あるいは三位一体のエリザベットは、フランスのカルメル海修道所、カトリック教会の聖人、本名エリザベート家庭。二十歳の三位一体のエリザベトブルゴーニュの経験が、カトリックの家庭に生まれ、父は軍人を務めていた。その後、ディジョンに移住する。幼少の頃に父を亡くし、妹と共に母の手で育てられた。十代の頃から、 カルメル会に憧れ始めたが、母の説得に応じて21歳まで世俗に泊まり、ダンス、勉学などに励み、特にピアノの才能に花を開かせ、コンクールに優勝するほどの腕前であった。それでも、神との信頼を深くしてきた。21歳の誕生日を迎え、ディジョンにあるカルメル会の修道院に入会、3位一体のエリザベトの修道名を授けられる。以後、 修道生活を送る傍ら、修道名の由来である三位一体の神秘による信仰を一層強くした。25歳を過ぎると、当時不治の病であったアジソン病にかかり、余命行く場もないと悟り、1906年26歳で死去する。生前、彼女が作成した三位一体なる神へ祈りが世界中に唱えられ広まってゆく。 1984年11月25日、ヨハネ・パウロ二世によって劣福された。さらに2016年10月17日、フランシスコによって劣勢された。ありがとうございます。